デバージニテとトニュッサのグレゴリオスは4世紀のキリスト教神学者、聖職者である。聖教会、非カルケドンはカトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人。372年よりニュッサの主教を務めたためこのように呼ぶ。日本聖教会での表記はニュッサの主教聖グリゴリー。カッパドキア三教父の一人。ギリシアで特に尊崇され。 神父の中の神父との異名がある。カッパドギア州カイサレアのキリスト教家庭に生まれた。兄にカイサリアのバシレオス、姉にマクリナがいる。ナジアンゾスのグレゴリオスとは友人であった。司祭となったグレゴリオスを妻テオズワは、よく補佐し、事前活動に努め、女、タスクサイと呼ばれた。妻の死後、グレゴリオスは、ニュッサの主教に選出された。 第一回コンスタンティノポリス公会議でアリウス派を反爆した。この反爆を通じサイン一体論の確立に貢献した。また神の無限性についての進学を確立した。書簡、マクリナデン、ミヤビカ公話などの著作が残っている。聖教会での記憶日は、ユリウス歴1月10日。AB、聖教会歴2009年日本ハリストス聖教、海教団。 ありがとうございます。